内海峡は、宮城県石巻市にある橋で、旧北上川に架かる。石巻市街地の中央地区と港地区を結び、国道398号を通している。旧北上川の中須の中瀬地区を経由していて、そこを境に、東内海峡と西内海峡に分かれる。内海峡の名称は、河橋に尽力した、内海五郎兵衛の名に由来するものである。江戸時代、 仙台半領内の北上川では、周運の維持や軍事上の理由から過強は禁じられていた。1800年に中瀬での土木作業を目的として一時的に橋が架けられたが、これは例外的な事例だった。とかには、渡し船が利用され、石巻市では、旧北上川川口西岸の門脇地区と東岸の港地区を結ぶ渡し船が1985年、 頃まで残っていた。石巻において、北上川に橋を架ける具体的な計画が、打ち出されたのは1879年である。石巻町の田辺吉介と東京浅草の大西、旧江門が佳橋を計画し、宮城県がこれを認可した。計画では、石巻と中瀬の間に、長さ40軒、幅3軒、中瀬と港の間に、長さ50軒、 幅三県の目標を予算約二万五千円を持って建設し、十五年間通行料を徴収することで建設費を償還しようというものだった。しかし、計画は立ったものの実際には資金難から着工には至らなかった。これを聞きつけた宇津美ゴロベがこの計画を譲り受ける形で引き継ぎ、佳強を実現することになる。宇津美ゴロベイは押鹿軍。 水沼村において、片岡家の長男として生まれた。綿の葉の内海家が、えぼし親となった縁からゴロベ衛は内海を名乗ったと言われる。内海ゴロベ衛は、農業の傍ら妻と共に酒屋も営んでいた。ある時、病気の父親のために、北上川対岸の石巻へ医者を呼びに行こうとしたが、悪天候のために、私船が出ず、医者を呼ぶことができなかった結果、父親を失い、 北上川に橋を架ける決意をしたと言われている。この逸話が事実かどうか定かではないが、北上川河橋という難事業を成し遂げた内海の人柄を表す話として、しばしば語られている。田辺から300円、あるいは500円で河橋の計画を譲り受けた内海だったが、宮城県はこの委任を認めず、内海は1880年に宮城県に河境の計画を 改めて提出した。宮城県は1882年2月に課境許可を内海に出したが、それまでの間、橋の建設費用や修繕費の償却、課境後の経営方法、土地の権利関係など、細かな確認を求め、建設にあたっては事前に提出した計画を遵守し、少しの変更であっても宮城県に相談して、指示を得なければならないという厳しい条件をつけた。 橋の建設中に北上川の洪水で橋材の一部が流されたり、また資金援助がなかなか得られなかったりするなどの困難もあったが、許可が出された5ヶ月後の7月に、長さ46件の東橋と長さ36件の西橋が完成した。総工費は約2万5千円だった。7月15日に落成式が行われ、 この時に式典に出席していた宮城県県令、松平正直が橋に内海橋と名付けた。この時の内海橋は、東橋と西橋が中瀬でずれていて、直線上には続いていなかった。これ以後、内海はこの橋の経営に当たった。東西の橋本に番人が置かれて、通行人や車両から橋料を徴収した。片道で、人一人は四輪、人力車は、 乗客と車夫を含めて8輪、2車は1000、2輪、牛馬は1000だった。計画段階では1日あたり10円40銭の通行料収入を見込んでいて、1888年まで徴収する予定だった。しかし、私船が存続したことが誤算となり、予定していた収入額にはなかなか達しなかった。 内海は通行量徴収期間の延長を宮城県に何度か申請し、最終的には1900年までこの橋を経営して、経営終了とともにこの橋を宮城県に寄付した。目標は老朽化や破損が生じやすく、その補強や修繕は大きな問題だった。そうした課題を克服するために、1913年から1914年にかけて、 内海橋の橋脚塗料を鉄材に変える大きな改修工事が行われた。しかし、この設計には技術的な欠陥があり、馬車が通ると橋が揺れ動くというありさまで、この時代に普及しつつあった自動車の通行にも耐えうるものではなかった。1925年には北上川中州の中瀬から西側を埋め立てる構想が持ち上がった。これは、 橋の修繕費を削減し、同時に土地を喪失しつつ、川の流れを早めることで河口に堆積する土砂を押し流そうという基礎によるものだったが、実行には至らなかった。昭和の初めに内海橋は鉄筋コンクリート製の橋に架け替えられることになった。1931年から1933年にかけて総工費17万8千円をもって工事が行われ、 新しい橋の早期完成を望んだ石巻町は、この時に約4万円を工事費として寄付した。この掛け替えで、旧来の橋は、延長75.08メートル幅8メートルの東内海峡と、延長64.84メートル幅8メートルの西内海峡に生まれ変わり、石巻のみならず、仙台方面と、小長川やお鹿半島方面を結ぶ、幹線道路の一部になった。 この時に、あずま橋と西橋が、中瀬で相対するように作り直され、旧来の橋で生じていた位置のずれが解消された。太平洋戦争中には、内海橋の鉄製の欄干が具に供出されるという出来事があった。石巻日日新聞によると、東日本大震災の影響で10時35分に、陥落したとある。橋の架け替え工事が進められ、 従来の内海橋より上流の位置に延長202メートル、幅14.5メートルの新しい内海橋が2020年9月10日に開通した。従来の橋は撤去され、中央地区と中瀬地区の間には県が延長82メートルの西中瀬橋を建設し、港地区と中瀬地区を結ぶ延長115メートルの東中瀬橋は石巻市が建設している。 ありがとうございます。